んにちは、ココロンです。ご視聴いただきましてありがとうございます。 T シャツばっかり着てる。はい、今日の動画は、今日はですね、いつもいい位置にがないねんけど、まずご紹介するのは仲良し9月号となっておりまして、650円。今までさ、こういう可愛らしい系って、お子ちゃん向き系ってご紹介してこなかったんですけど、ちっちゃい子ちゃんがさ、自分のお小遣いで買う時にね、中身がどんな感じなんか気になるっていうお声があったので、今回ご紹介させていただこうかなと思います。それプラスですね、半額セール、今宝島社さんでよくやっているやんか。私もちょくちょく追加で買ったりとかしてるんですけど、こちら2点ちょっとね、購入してみて届きましたので、仲良しの後に開封していこうと思います。さて、何を買ったのか、本日はこんな感じの内容になっておりますので、よろしければ見ていっていただけたらなと思います。ちなみに宝島社さんの半額セールのやつってさ、届くんがね、まあ早い人は早いと思うねんけど、うち5日ぐらいかかったんですよ。そうすると今また別の半額セールがやってる感じになるねんけど、今日はちょうど通知をね送らせていただいたんですけど、まあ、そんな感じで3日に1回ぐらいコロコロ内容を変えて半額セールをこう常に開催してる感じ。3日か4日かぐらい半額セールで、でまた次の半額セール、また次の半額セールみたいな感じでずっとやっていってる感じではあるんですが、いただいたコメントの中にあったので、なんか要は不良品が多く入ってるんじゃないとか、そういう不安があるという方がね一部いらっしゃったので、実際に半額セールで購入してみましたので、今までも買ったことあんねんけどね、何回かね、まあ、中身大丈夫かなっていうのも確認していただけたらなと思うところでございます。もちろんね、一定割合で不良品っていうのは普通の商品と一緒でね、含まれちゃったりとかするところもあるかもしれへんねんけど、まあいかんせんお得なんでね、で今送料無料だったりとかするので、気になる方はチェックしてくださったらなと思うところでございます。私宝島社さんからね一切の案件を受けておりませんので、なんならね、ちょっと好き勝手言いやがってみたいな感じでちょっと言われてるっぽいんですけどなんか DM 来ましたけど、なんかね、そういう内部の方からしたらね、なんか高いやなんや言うて好き勝手言いやがってみたいなところもあるみたいやねんけど、まあ皆さんの声の代弁者としてね、今後もご紹介していけたらなと思うところでございます。まあということで、まずはこちら、とりあえず仲良し開けていこうかなと思うんですが、懐かしくない？スパンクやで、スパンク。ごめんなさい、中の紹介してなかったんですけど、ハロースパンクでございますよ。犬が主人公の漫画。懐かしい。内容全然覚えてないねんけど、まだやってんねんな、スパンク。なんか女の子ちゃんがさ、飼ってるワンコの話やったよね。仲良しをさ、いることも。んで、仲良しと、チャオと、あとリボンか。やったじゃないですか。皆さん何派でした？私はね、ときめきトゥナイトが好きだったので、リボン派だったんですけど、でもね、漫画的にはね、あれでした。どこに掲載されとったんか知らんけど、エイリアンストリートがすごい好きやった。ちっちゃい時ね、姉ちゃんの影響でね、シャールくん超かっこええと思って。でもシャールくんより、ロン毛の黒ロン毛のさ、羊が好きやった。名前忘れましたけど、夏のホラー企画のなんかこういうね、冊子も入ってたりとかするんですけどね。夏といえばまあ、怖い話みたいなね、ちょっと怖い話ごめんなさい、まだまとめれてないんですけど、みんながくれたやつ読んで動画にするね。チャオとかすごいね。必ず守ってみせる。私は人間のメタモルフォーゼを信じてるって書いてある。なんかさ、こう少女アニメ的なやつっていう、まあときめきってないとどっちかというと少女アニメっていう感じやったけども、というよりはなんかさ、動物のお医者さんとかさ、なんかそっち系のなんかシュールな感じが好きだったので、あれやねんけど、やっぱりこう恋愛系が多いですね。壁ドン古いっすか、古い。なんかそっち系の漫画がすごいたくさん掲載されているかなと思います。で、付録の方がですね、こんな感じ、ステーショナリー、略してステショセットになっております。パンクのステショセットってすごい言いにくい、まあ、なかなかね、懐かしい方もいらっしゃるんじゃなかろうかという感じの付録になっておりますね。ということで早速開けていこう。はい、よっこいしょ。どういう開き方すんのかよくわからへん。こうかな。はい、こんな感じ。あら、なんか可愛らしい。ステショセットということね。こういうさ、まあ、ペンケース的なものと、これはボールペンなんかな？スパンクのボールペンと、あ、違う、シャーペンやじゃんと。学生さんシャーペンしか使われへんもんね。スパンクのシャーペンと、あとこういうペラペラってなんか下敷きっぽい感じの定規と、こういう感じのセットになっております。シャーペンまでついてきてもなかなかお得やね。って思うねんけど、ほんで本体レビュー行ってみよう。はい、このような感じの3点セットになっております。まずはペンケースの方から、こんな感じのね、ハロースパンクでございますよ。どんな感じの漫画やったっけ。なんかね、アニメ版で私見てましたね。なんかあさりちゃんとかその時代やんね。このさ、絵柄が懐かしいけどさ、この現代の仲良しにもですね、こういう付録がついてくるっていうのは、なかなかこのお子さんのお母さん世代がうわ夏ってなったりとかするんじゃないかな。それよりもうちょっと上な気はするけどね。ワンちゃんさ、お若いおばあちゃんとかやったらさ、おばあ
ちゃん世帯がナッツとかなる場合もありえるよね。なかなか可愛らしい感じではないかなと思うんですけど、普通のなんか、まあ、100均な感じではあるんだけど、でもまあお子ちゃんのねそういう漫画についてくる付録とするんだったらば、まあ十分可愛らしく使っていただけるんじゃないかなと思う感じのものでございますね。チャックはまあ薄べったチャックになるんだけども、まあ、でも可愛いやんええやんっていう感じかなと私的には思うところでございますよ。で、最近さ筆箱ってなんかごっつい筆箱持ってる子もいればすごいちっちゃいの持ってる子もいればなんか割とバラバラなんよね。うちら世代やったらさなんか上と下と開くやつとかさあのカンペンとかさなんかそういうのが流行ってましたけど、今ってなんかごっつい人とちっちゃい人になんか二極化してるみたいな。それかなんかぬいぐるみのねモフモフのやつ持ってたりとか、それかなんかかっこええやつ持ってたりとか、みんないろいろだと思うんですけど、そのあたりも最近は自由なのでねいいんじゃなかろうかと思う感じでございますよ。幅的にはね大人のピアって広げたぐらいのサイズ感なので、まあ鉛筆とかもあんまりねピンピンの削りたてとかやったらちょっと長すぎるかもしれへんけど、まあでもちゃんとね長めにしてくれてるかなとは思います。そしてはい定規でございますね。まあでもね下敷きぐらいな感じです。なんだけどまあ十分使えるかなという定規になっておりますね。15センチ定規なので、まあ小学校とか中学校とかそのあたりで使うのにちょうどいいぐらいの長さかなと思うよ。スパンク柄になりますね。こんな感じ、まあ、可愛らしいな。なんか当時思い出しますね。すごい懐かしい。なんか柄が顔が懐かしい。このスパンクの顔が懐かしい。でシャーペンがついてくると、シャーペンって珍しいよね。書くところがなくて申し訳ないねんけども、これさシャーペンやからちょっと薄くなっちゃうねんけど、まあ、しっかり書けていますよ普通に。大丈夫。こんな感じでねカチカチカチと出る感じになっております。ちゃんと芯も入れてくれているね。先っちょはこんな感じで丸っこい感じになっておりまして、懐かしい感じがいいよな。絵柄の逆に新しいみたいな感じが可愛らしいかなと思いますね。なんかある意味うちら世代が持っててもエモい気がするなんかエモいよな。でこういうセットになるんですが、ちゃんと収納できるのもいいところやね。これ1個だけとかさじゃなくって、ちゃんとこの3点セットになっていてしっかり収納もできますよということで、いや普通に使う、多分私が使う、まあ、ボールペンとかもね付録のやつしか使ってないねんけどさ、シャーペンあんまり出えへんのよな付録で。なのでまあいいんじゃなかろうかと思ったところでございますね。こんな感じの3点セットでした。はいはい、どうでしょう。いやなかなか可愛らしいセットじゃないかなと私的には思いますね。仲良しさんが650円なんだけど、まあ、でももともとさ付録がついてなくても500いくらとかはするんじゃないんかな。そんなことない？やったらば付録ついて650円、なんかさお小遣いで仲良しとかそういうねこういう漫画の雑誌っていうの、なんていうの、なんかこういうのさ自分で買ってるよっていうお子ちゃんもいらっしゃると思うねんね。そう考えるとさ650円ってさ安くはないやん。お子ちゃんのお小遣いからするとさ、スパンク載ってる、スパンク特集載ってる、しかもさ絵柄がめちゃくちゃ可愛くなってる。まあでも実用的なシャーペンとかそういうのがセットになってる感じではあるので、まあまあこのキャラが好きな方はいいんじゃなかろうかと思う感じでございました。ということでここからはですね、宝島社さんの半額セールで私が購入したものの開封をしていこうかなと思います。まあ、こちらに関してはね半額セールで買った分なんで、今すぐ買えるかっつったら買えへんものかもしれへんからさ、ちょっと緩くね開封していこうかなと思うんですが、私は何を買ったんでしょうということで、シャキーン、こんな感じで入っております。しっかり包装してくれてるかなと思うんですが、なるほどこんな感じで入ってんねんな。あんまりね私本屋さんで買うことが多いので宝島社さんでいつも買わないんですが、私こちらとこちらを購入いたしました。もう何のこっちゃ分かれへんっていう感じだと思うねんけど、スイートの2月号でこれ宝島社限定やったと思うねんけど、デイジードールバイマリークワントのこういうポシェットでございますね。まあでもさこれ一応そこそこねレビューして動画にしとくんですけど、これ半額セールで売り切りになるとするやんかやねんけど、またね何ヶ月後かにね半額セールしたりとかすんねんよこの同じ商品が。なのでまあ一応そこそこレビューして動画にしておきますね。その時になんか私の過去動画って販売材料に使っていただくことが多いみたいで、要は半額セールで出る分ってバックナンバーだったりとか過去に発売されたムック本だったりとかするじゃないですか。じゃあその商品実際どんな感じなんやろ、動画見てから買おうっていう方もね中にはいらっしゃったりとかするので、一応ねそこそこレビューしていきますということで、まずはスイート2月号から。これお値段がですね980円って安いよね。言うて980円の半額で私購入しました。なので500円弱ぐらい、490円とかバカみたいに安いね。でもって中身こんな感じでございますね。ちゃんと合皮になっていて中にこんな紐が入っています。で紐はですね縫い付けられているスタイルになっておりますね。でなんか調節とかはできないんですけど、今もちょっともう斜め掛けしてみてるけどさ、ちょうどね上がなんかおへそより何センチか下ぐらい、ここがねここのラインがねこうへそ
溝があってこのぐらいなんで、こう溝より 2,3 センチ下みたいな感じになるので、高さ的には私はちょうどいいかなと思いました。とりあえずまあ本体レビュー一応行ってみや、はい、このような感じのポシェットになります。これ半額でゲットしたからさ、まあ、500円弱やんか。それでゲットしたんやったらまあ十分じゃなかろうかという感じではあるんですけどもね、980円でもまあ安いんちゃうんかな。こんな感じの合皮になっております。なんかね、ホームページになんか不良品であったとしても、交換とかはできひんよって書いてあるんですけど、それってね、多分この不良品だった場合の良品、なんかちゃんとした商品っていうのの在庫がないからやと思うねんよ。なんかわかります？その全バックナンバーの在庫がちょこっと余ってたとしても、その不良品用の在庫ってさ、雑誌社さんって多分、ムックに関しては割と長いこと持ってたりとかするんですけど、こと雑誌とかに関しては、多分ね、交換期間1ヶ月とかそのぐらいだったと思うんですよ。なのでまあそういう意味で交換とかがちょっとできひんよみたいな感じなんだと思うんですけど、その雑誌の交換時期っていうのがさ、目次とかに書かれてると思うねんけど、その期間をもう超えて買ってしまっているので、だからまあその分半額にしますよっていうことなんかなと私は思ったりとかするんですけど、まあでも半額でゲットできるんやったら十分じゃないっていう作りかなと私的には思うところでございますよ。もちろんその半額じゃなくて980円の元々のお値段で購入した時っていうのはきっちり交換ができますよっていう、なんかもしね、あの不具合があった場合はね、なんか糸ほつれてるとか紐取れてるとかそういうのがあった場合はきっちり交換できる権利っていうのがきっちりあったりとかすんねんけど、半額の場合はその分の在庫抱えてないから返品交換はできひんねんけど、でもその分金額を半分にします。多分そういうことなんじゃないかなと思いますね。そこをなんかね不安に思われてる方がすごくたくさんいらっしゃったんだけども、まあ、でも普通に送られてきたよという感じでございますね。なんか一回誰かが開封した形跡とかも別に袋的にはなかったので、そこは大丈夫かなと思います。要はみんなが返品とかしてきたやつをそのまんまなんか半額セールで出しとんちゃうかみたいなね疑惑があったんですけども、そこはまあ大丈夫じゃないかなと思います。普通に開封された形跡はなかった。はい、こんな感じでデイジードールさんのねロゴがきっちりプリントされておりまして、合皮的にはちょっとね塗った塗ったする感じの合皮ではあるんですけども、分厚さは十分だったりとかするので、十分、もう何に関しても十分かなと思います。でこの前面のデザイン的にもさ、ここに紐が通ってる感じなんだけど、なんかここペラってなってんねやんか。これが何っていうわけじゃなくって、こういうデザインの商品となっておりまして、ここに、まあ、携帯ね、あのケース入れてたら無理かもしれへんけど、そのまんまやったらばスルってこう入る感じかなって思いますね。携帯ポケットみたいな感じで使ってもいいし、まあ飾りでねこういう段差がついてた方がさ、ヌメってしてるより可愛らしかったりとかするので、そういう意味合いでもいいかなと思います。合皮はこうやってこうやって縫われてるんじゃなくて、こうやって合わせて縫ってくれている感じ。この合皮自体がすごく腰がある感じなので、合わせ縫いみたいな感じで作ってくれてるんかなと思うんですけど、後ろもね同じ形にデザインされておりまして、ここにポケットがついている感じになっております。一応ツーウェイになるんですけども、細めの紐がついておりまして、ここの分厚みもね割とある感じで合わせ合皮になっておりまして、こうやって持っても使えるよという感じのものになってるんですけど、まあほとんどさ斜め掛けで使おうかなっていう感じですね。でこの持ち手部分がちょっとビヨンビヨンするかなって思うところはあったりとかするんですけど、こうお腹の前でビヨンビヨンビヨンってちょっとする感じではあるんですけど、まあ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 デザイン可愛いしええかなという感じでございますね。こういうちっちゃいさ縦長ポシェットって今割と流行っててさ、要は携帯ケース代わりにするとかさ、まあ、携帯と財布だけで出かけるとき、もしくは大きいカバンを持ってんねんけども、携帯と例えばミニ財布だったりとかパスとかそういうのをすぐに取り出すために、こういうちっちゃい斜め掛けポシェットを別で持つっていうのが割と流行ってたりとかするので、私それずっとそれ推しだったんですけど、やっとそういう流行りが来たよねっていうのでちょっと嬉しいんですけどもね。カバン2個持ちはありやでということで、チカちゃんぽい。中はね、内ポケットがついてなくってこんな感じになっておりまして、中はちょっとね濃いピンク色になっております。で内側に一応金具が、謎にさちゃんと金具ついてんねんけど、普通にさだって取り外しができひんねやったら縫い付けちゃえばよかったやんって思うねんけど、なんかわざわざねこんな感じにしてくれております。わかりますかね、見える、これわざわざここに金具がついてんねんね。やから紐内側にしまいやすい、こんな感じで、で手持ちもしやすいみたいな感じの作りにしっかりしてくれてるかなと思います。これが直接縫い付けられてたら、紐がさボワンってこうここにボワンってしてきたりとかするやん。やけどここにリングを通すことでカクンって内側にすぐ向いてくれるので、まあ、ツーウェイしやすいようにきっちり内側までねデザインされて作ってくれてるんじゃなかろうかと思います。そしてこの斜め掛けの紐はですね、さらに細くなってるんですが、一応2枚合わせみたいな感じになっておりまして、調節はできないんですけど、私さっき斜め掛けしてみたところ、長さ的にはちょうど良かったかなと思います。160センチで、まあ、体格はちょっとブーちゃんではあるんですけど、
でもまあそんな長さ短って感じなかったので、そこは大丈夫かなと思うところでございます。これね、ここに紐の長さとか今出てると思うんですけど、実際ね、なんか紐かけてみたら、その商品のここの幅であったりとか、あと紐の細さであったりとか、そういうのでね、体感変わってきたりとかするんですよね。この紐の長さが同じであっても、例えば同じ120センチとか110センチとかであっても、長く感じたり短く感じたり、いろいろだと思うんですけど、これに関しては160センチの私でおへそよりちょっと下に来る形、ここがねちょっと下に来る形になるので、割と長めに持っていただけるんじゃないかなと相手的には思います。斜め掛けにするのにそんなにこう鬱陶しくない長さではないかなと思います。どうだろう、半額セールでゲットだったらなかなかお得じゃんと相手的には思うところでございますよ。デジドールさんだしね。斜め掛けしたらこんな感じです。なかなか可愛らしい。おへそがこのあたりなので、ちょっと下目に持てる感じ、まあ、ちょうどいい長さかなと思います。はい、どうでしょう。いや、なかなかね、このちっちゃい系ポシェットってさ、なんか頼りないというか、どこで使うみたいな感じの方もね、中にはいらっしゃったかなと思うねんけど、携帯とミニ財布入れてお出かけ、携帯とパスケース持ってお出かけとかの時にちょうどいいし、あとさっきも言いました、カバン2個持ちの時にちょうどいいかなと私的には思いました。今回ね、半額セール、本日またね、コミュニティの方で、コミュニティが何かと言いますと、チャンネル登録してくださってる方に通知する機能みたいなやつなんですけど、そちらの方でまた半額セールあるよみたいな感じで通知させていただいてんけど、なんか全体的にね、まあいつものごとくさ、いろいろあんねんけどさ、なんかね、ピンクのものが多かった気がすんねんね。要はデイジードールさんもそうやけど、これもピンクやんか。ほんで前のさ、ジルスチュアートやったっけ、ジルバイジルスチュアートやったっけ、どっちか忘れたけど、のポーチとかもあったんやけど、それもピンクやねんやんか。でなんかピンクのものってね、可愛いねんけど、そのなんていうか、いやちょっと私ピンクはって、これもね、言うて真っピンクというよりは薄くすみピンクみたいな感じやんか。そんななんかピンクピンクっていう感じではないねんけどさ、肌なじみいい感じのピンクではあるんだけども、やっぱりこうフルコース好きな人はどっちかっていうと、まあ、真っ黒もちょっとつまらんやん。やけどこれが色的にさ、例えば薄水色やったりとか、例えばグレーであったりとか、そういう色合いの方が好まれる傾向にあるんじゃないんかなって私的には思うんですね。っていうのも、なんかコメント欄読ませていただくとですね、ちょっとピンクやし私には可愛らしすぎかな、やめとこうかなっていうお声が割と多いんや。だからピンクのものっていうのは可愛いねんよ。小物でちょっとピンク持つとか全然可愛いと思うんだが、ちょっと敬遠されがちかなってちょっと若干思うんですよ。この間な、ジルスチュアートさんのさ、こういう感じのポシェットあったやん。なんかこう持ち手とかはついてないねんけど、もうちょっと細長い感じの斜め掛けもできますよみたいなやつがあったと思うんですけど、あれとかやったらちょっと欲しいなっていう方のお声も多かってんね。ちょっと可愛らしすぎるからやめときますっていうお声はなかってんやんか。あれもジルスチュアートさんで、色合い的にはクリーム色みたいな感じだったんですけど、やっぱりみんなが持ちやすい色ってなると、あんまりこう可愛らしい系に特化しちゃうんじゃなくって、まあ、クリーム色とかやっぱ使いやすいよね。なんかそんなんでもいいねんけど、なんかグレーとかってあんまなくない？このデザインでさ、このお花柄ではあるけど、ロゴがね、やけどもしグレーやったらさ、すごい使いやすくないですか？まあそれか白とかさ、まあ黒でもいいんやけど、まあでもピンクとかよりは使いやすいかなと思うねんね。だからそっち系の色合いの付録がもっと増えてくれたらいいんちゃうかなって思うところでございますね。個人的にはさ、スイートさんの自月予告見ていただけましたでしょうか？あれすごい可愛いよね。スナイデルさんのさ、ポーチにもバッグにもなるって、あれ白黒やんか。あれすごく可愛らしいし、年齢関係なくいろんな方が持てるかな。まあバッグで持つのがちょっとな、可愛らしすぎるなっていう方はポーチで使えるし、でも金のチェーンがついてるからさ、斜め掛けで小物入れでこう持ちたいなっていう方はそのままポシェットとして、そのままポシェットとして使えるし、で私的に嬉しかったんが、金のチェーンよ。懐かしくない？金のチェーンでさ、マーキュリーデュオとかさ、なんかそんなんがいっぱい出てた時期あるじゃないですか。あの時代を彷彿とさせる感じなのでね、ツイートの自月予告のところよろしければそこだけでもまた見ていただけたらなって、気になる方はね、思うんですけども、まあでもさ、今後のやっぱり風潮としてですね、可愛らしい色合いのものっていうのもいいんだけど、小物でね、もっとなんかどっちかっていうとシックなカラーのものを宝島社さんがね、こうご提案していただいてチョイスされる方がみんなに受けがいいんじゃないかなって、感触的には私的にはそう思いますね。なんか可愛いもんが流行ってるんやったらさ、この色合いが流行ってるんやったら、私的にはこう好みとか関係なく、みんなのお好みがなんかそっち寄りなんじゃないかなって私的には思うので、ぜひね、そのあたりの声が届いたらいいなーって思うところでございます。ちなみにくんくん、なんかね、カバーアップ
ったビニールの匂いがする。なんていうんかな、なんかあの子供のさ、なんかおままごとセットみたいな感じの、なんか おもちゃのなんかそういうナイロン製品みたいな感じの匂いがちょっとしますけど、そこまで気にならんかな。ちょっとそういう匂いが、変わった匂いがするよということと、一応忘れてたけどグラム測っときますけど、合皮なんで225-230g ぐらいかな。そんな感じで今日はゆるゆるレビューでございました。なかなか可愛らしい、ピンクちょっと可愛すぎるかなっていうところはあるけど、2個持ちバッグとして使っていこうかなと思うところでございます。はい、ほんではラスト、これめっちゃお得やなと思ったんですけど、ムック本でございます。1990円プラス税、もともとさ、ピラで1990円プラス税やから、なんぼやろ、だいぶ古いんか。あれやもんね、税金表示がないもんだって、あのなんとか何円プラス税言うてた時代のやつや、言うてちょっと前に発売されたやつなんかなと思うねんけど、これ多分私ねデビューしてなかったんじゃないかなと思うねんけど、たださ、フィラってさ、ロゴがずっと一緒やんかなんていうの一緒じゃないですか。やったらばこういうね、ポシェット系のやつっていくら安くなっても2000円ぐらいなんや。だからムックで1990円プラス税っていうのはそもそもまあお得やと思うねん、元々の値段が。それのさらに半額になっているということで、めっちゃお得やんという感じでございますね。でフィラはうちら世代からしたら、いつも言ってますけど、ちょっとなんか昔流行った感じ、なんか昔そういうなんかスニーカーとかでさ、うちらの学生時代とか、あ、なんか昔のブランドやなみたいな感覚の方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないんだけど、フィラっていうのはお若い方からすると割と最近のブランドみたいなイメージを持ってらっしゃる子たちもね、いると思うんだよ。要はなんか再燃してるんだよね。要はもう一回着てたりとかするので、あ、ちなみにね2021年発売のやつだって。なのでまあ今後ね、また宝島社さんの半額セール毎回ね送らせていただくんですけども、最速で、ね、できるだけ送りさせていただこうかなと思うんですが、まあ、週1か週2ぐらい送ってるよね、いつもね。やねんけどフィラのやつあったらお得じゃないかなって基本思いますね。半額でゲットできるんやったら絶対、普通にそこら辺で売られてるやつよりは確実に安いとは思う。まあまあ、ということで早速開けていこう。プシュッシュッパン。はい、中身はこんな感じだ。ほう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 、まあ可愛らしい普通のショルダーバッグ。なんかね、何やろうな、古き良きムックって感じ。別に古くないねんよ、全然新しいし、デザイン的にも全然問題ないし、なんなら今売ってても問題ないねんけどさ、なんていうの、最近さムックもさ、なんか変わったやつが多かったりさ、まあ不良品も何回か当たりましたし、なんかそういう感じだったけど、これはなんかすごいいい感じ。持ちやすいし、ちゃんと作ってくれてるし、ちゃんと刺繍が入ってるし、市販品と変われへん感じがすごくするし、しかもフィラやし、めちゃめちゃこれはお買い得やったなって思った。ちなみにですね、これプシュプシュってこうさっき開けましたけど、開封された形跡とかも全然なかったので、もちろんのことね、こう返品で返ってきたやつをなんか包装し直してみたいな感じの雰囲気は全くないです。ちゃんと新しい感じはするなのでそのあたりで不安視されている方は全然大丈夫だと思うので、一回人の手に渡った感じじゃない、こう張りがある感じだから、そこは大丈夫やと思います。半額セールだからといって変な不良品が来る確率が高いんちゃうかなとか、そういうことはないと思う。ただ一部あってしまうんじゃないかなと思うねんね。そう、要は工場からそのまま箱詰めされた商品が来ててそのまま売ってる感じやと思うからさ、箱詰め自体例えば日本でしているとかそういうわけではないと思うので、一定割合はあってしまうかもしれへんけど、そのリスクを取ってでも半額でゲットするっていうのは、まあ、ありなんじゃないかなと私的には思う感じでございますね。まあとりあえず本体レビュー行ってみよう。商品こんな感じになっておりまして、なかなか可愛らしい。ちょっと一応ね、ボスリンコと測っていきますとですね、200g弱、こちらも先ほどのバッグ同様ね、紐が縫い付けられてるシリーズにはなるんですけど、まあでも全然ね問題はないかなと。真ん中のねフィラのマークに関してはしっかり刺繍で入っておりまして、これ半額でゲットできるんやったら全然十分やし、まあ2000円ちょっとで要は売ってたわけじゃないですか。まあ2100円ぐらいかな、でムック本として売られてたものだとは思うんですけど、まあ、それでもね全然高いとは感じないクオリティかなと私的には思います。このいつものねナイロン素材でございますね。こういう感じのナイロン素材、これすごい扱いやすいよね。こういう感じのショルダーバッグであったりとか、7枚掛けバッグとかはもうこの素材でええんちゃうかなって感じですね。あとリュックとかさ、そういうのに使われてそうな感じの素材になっておりまして、前面にポケットがついています。それプラスねこういうリングがついているのがちょっと可愛らしい。ここにねキーホルダーつけれるよっていうリングなんですけど、まあ、でもさちゃんとこういう感じのリングね、なんかさこういうのがまあ別にさキーホルダーつけんでもチャームポイント的にねついてくれてたらなかなか可愛らし
ていう感じかなと思います。ないよりはさ、なんかあった方がなんかかっこいいよね。フチはこんな感じでパイピング処理してくれておりまして、こう蓋部分をパイピング処理で、ここのメッシュポケットになるかな、ちょっとここ開けていきますけども、バリバリがついておりまして、ここがメッシュポケットになっております。に関してもフチはきっちりパイピング処理してくれてるみたいな感じですね。ここのメッシュポケットに関しては別に使っても使わんでもっていう感じかなと私的には思います。こういう異素材のポケットが全面についてくれることで、なんかちょっと変化があるというか、この一辺倒、黒一辺倒っていうよりは、なんかこういう異素材ミックスになってる方が可愛らしいかなと私的には思うので、デザイン的にいい感じなのではないかなと思います。ではね、ちょっと形を整えるか、あ、後ろ側にもねちゃんとポケットがあります。これは普通のノーマルポケットでございますね。でこの合皮ちゃうわ、このナイロン素材的に裏ツルツルっていうか、まあちょっとつや消しにはなんねんけど、こういう素材感になるのでめっちゃ固めやねんね。だからまあしっかりしてくれている感じかなと思います。で上に関してはダブルチャックになっておりまして、チャックはまあ平べったチャックにはなんねんけど、まあ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 、こっちからもねもう一個チャックついてる感じになるんですけど、中開けていきますと、てかちょっと形整えるね。あ、すごい、形整えたらねめっちゃ四角で綺麗、なんかすごい綺麗くない、なんかピキーンって感じだけど。で中開けていきますと、パカン、もうしっかり裏地がついている、ちゃんと裏地がついていって、シリカちゃんがぽい。で後ろ面にまず内ポケ、でっかい内ポケ1、そしてくるっと回しまして、こちら前面になるんですけど、内ポケなんか細長い内ポケみたいなやつが2個ついてる感じになります。内ポケは計3個なんですけど、前面裏地がついていて、底面に関しても裏地がついてる。で縁はきっちりこんな感じでね、ちょっとぐちゃぐちゃってカーブやからさ、ぐちゃぐちゃってなってますけど、きっちりパイピング処理してくれてる形になっておりまして、縫製的にも全く問題がなく、形的にもすごい四角がパリッとしていて可愛らしいショルダーバッグかなと思うところでございます。ちなみに 500ml ペットボトル縦で入るでーってなんかあのね表紙に書いてあったんですけど、あ、確かに縦ですっぽりですね、すっぽりな感じ。ちょっとこの縁からは若干ねこんな感じで飛び出るかもしれへんけど、これチャックは普通に閉まるからさ、こんな感じ、ちょっとここ飛び出てんねんけどね、まあ一応閉まるので 500ml ペットボトル縦でしっかり入るっていうのはなかなかいい大きさ感ではないかなと思いますね。夏場とかさ、お茶持ち歩いたりするからね、まあそういう時にちょうどいい感じかなと思います。昔ちっちゃいバッグで出かけてさ、お茶だけコンビニで買ってさ、これビニール袋で持ち歩くみたいなことがよくあったんですけど、よくよく考えたらさ、これが入るバッグやったら楽やったのにみたいなね。ちなみにね、ペットボトルが入ったということは長財布も入るんじゃねということで、 10×20cm の典型的な大きさの長財布なんですけども、縦ですっぽり入る感じになっておりますね。ちょっとやっぱりラインは超えんねんけど、まあでもチャックは閉まるかなという感じになっております。横は無理かな、うん、横はちょっと無理やね、こんな感じちょっと飛び出てしまうので、縦やったら入るかなという感じです。で、まあペットボトルと長財布では入るのかと言いますと、入ってしまうんだなこれ。チャック閉めますとですね、ちょっと飛び出たりだとかそういうこともあったりとかするんかなっていう感じではあると思うんですけど、はい、こんな感じ。もう底がね沈まへんのが素晴らしい。ちょっとだけ沈んでるけどさ、形がねビーンってしてんねんやんか。これ長財布と 500ml ペットボトル入れた状態やねんけど、生地がすごいしっかりしてるから全然沈まんくていい感じで、今ここにいたショーンちゃんどっか行きましたよね。あのね、ショーンちゃんがいることでなんか分からへんねんけど、今日もピンボケしまくりでさ、ちょっとショーンちゃんはね横で寝ている感じでございます。ごめんなさい。やっぱショーンちゃんのさ目力が強すぎてさ、ピントがこうビビビビンっていつもなんねやんか、ブワブワブワンってなるんやけど、そのせいでピンボケしやすくなってんのかな、カメラが知らんけど。今全然ピンボケせえへんねんけどさ、ショーンちゃんの目力が強すぎるということでございますね、やっぱりね。で紐に関してはナイロンのトゥルッとした感じの紐なんですけど、シートベルトほどトゥヤトゥヤではなく、いい感じに張りがあってしっかりとした紐をつけてくれております。こんな感じの紐でございますね。いや、なかなかいい感じ、全体的にね悪いところがない、もう一本糸が出てるだけ、もうこれだけっていう感じなんですけど、まあ長さ調節をしまして、斜め掛けで持ってみたらこんな感じ。めっちゃ可愛いんやけど、これマジで可愛い、普通に可愛い。なんで半額になったんやろうね。こういうこうブランド系の、まあどっちかっていうと今流行りのさブランド系のバッグってさ、なんかこうノーマル仕様が割と多かったりとかするんですけど、この場に関してはちゃんとロゴが刺繍だったりだとかで、前面にさその素材違いのメッシュとかのポケットがついてたりとか、リングがついてたりとか、あと素材がねパキッとしててすごくね頑丈、重いもの入れても沈まないとかさ、なんかそこまでねしっかり作ってくれることってね、まあ、あるっちゃあんねんけど、どっちかっていうとさ、まあこのブランドやからええかって言って、まあまあまあって言って使うことだってあるじゃないですか。わかります？ちょっと妥協してまあええかって使うことってあるやん。だけどこの子に関しては別にこのフィラブランドじゃなくてもすごくしっかりとした作りになっているので、フィラさんさすがやなと思うところでございますね。これね半額セールで購入したから今すぐポイって買える
ものではもしかしたらないかもしれないんだけど、半額セールってさ、さっきも言いましたけど、なんか同じ商品が何回か回ってきたりとかするのよ。なんかそういうのもあったりとかするから、今後のね、あの半額セール情報に関しましては、私あの週1回から2回の半額情報が入り次第ね、いつもみんなに半額やでって言って通知でねお送りしたりとかいつもしているので、よろしければねチャンネル登録してくださったらそういう通知も届くよということだけお知らせしておこうかなと思うところでございます。これは普通に使える、そこら辺で売っててもおかしくないし、裏地もついてるし、内ポケもついてるし、外ポケもついてるし、紐も綺麗し、ロゴも可愛い、問題ナッシングという感じでございます。超お得やったと思う。はい、今日のフロコ開封いかがだったでしょうか。ということで、本日に関しましてはですね、普通になんか最新号をお届けいつもしてるチャンネルではあるんですけど、仲良しはね、一応最新号って言ってもね、仲良しもね発売されたんがだいたい8月3日ぐらいやったんちゃうかな、ちょっと1週間近く前に発売された分にはなるんですけど、ちょうどね宝島社さんから商品が届いたので、それと一緒にご紹介しようかなと思って今日はこんな動画にさせていただきました。いかがだったでしょうか。ということで、なんか半額セール不良品ばっかりちゃうかなって不安やった方はちょっとまあ安心していただけたんじゃないかなと思いますね。とはいえ不良品に当たる確率はゼロではないので、やっぱりちょっとは確率あったりとかするからさ、その辺のリスクも考えた上でねチェックしてくださったらなと思う感じでございます。ちなみに私半額セールで今まで買ったことがあるのが、この前片付けたんですよ。この前ね、いつも片付けてる言うてんねんけど、なんかお家のこの部分の片付けでして、でこの前片付けたのはパソコン周り、要はこの編集周りをちょっとリニューアルじゃないけどちょっと片付けてね。ほんでライブ配信をちょっと誕生日にしたいなーと思い立ちで、パソコン移動させたりっていうお話してたやんか。パソコンのさ置いてるところっていうのがちょっと収納みたいな、押し入れみたいなところがあるとこやって、そこの前にさもう付録がさなんかこう大きいカバンとかに詰めてさうず高く積んである状態やって、でこれちゃんと収納せなあかんよなみたいな感じになってたんですね。でこの前片付けてんよ。ほんでまたいろいろ出てきてさ、あこれお弁当箱使うとかさ、あこれなんか日傘もう一個ちょっと替えが出てきたわとかさ、いろいろ自分の家の中でですね今使うものチェックみたいなのをしてたんですけども、なんかねしまい込みすぎててんねん。やから例えばですけど、私半額セールで何を買ったかって、日傘買ったんですよこの間。わかります？私日傘さ何回レビューしてる、やばいやん。もうだって最低でも5本はあるやん。しかもサンディフェンス的なさ、あんた何加工 100% のやつ、今までさ散々レビューしてきたのに見つけられへんかって、もうさ付録物が膨大すぎて、どっかのバッグの隅っちょに入れてんのは分かってんねんけど見つけられへんくって、で1個はあんねんよ。ねんけどなんかもう1個なんか買いであった方がいいかなとか、子供も使うかなみたいな感じでさ、半額セールで買ったからね。ほんでさ、この間そのパソコンを移動させるにあたりですね、増えていってる付録ムックも整理きっちりして、ほんでちゃんと収納しようと思って、でその時にボロボロいっぱい出てきてさ、 100% 遮光だけで3本も4本も出てきてさ、もう買うことなかったやんとかちょっと思ったんですけど、私が半額セールで買うって相当やろっていう感じではあったりとかすんねんけどね。まあでも見やすくね一応整理ができたので、言うても今の分でギチギチやから、こっから増えていく分はまたなんかうず高くさ段ボールとかに詰めてさまた積んでいく感じにはなると思うねんけど、膨大ですよほんま。1年で言ったら膨大よマジで。それがなんか出てけえへんって笑うけどね。それが見つけられへんってくさーですけど、まあでもね皆さんにおかれましてはそんななんか紹介するわけでもないやんか、こうやって動画でさ最新の雑誌の付録ですみたいな感じでご紹介するわけではないと思うので、そのご自身で使われるものとしてご購入されると思うので、こういう動画を使ってね吟味していただいてチェックしていただいてっていうのが一番いいところかなって思ったりとかしますね。でもねなんかコメント欄で読ませていただくと、いやもう付録ムックがありすぎてやばいって私みたいになってらっしゃる方も中にはいらっしゃったりとかするので、なんや欲しくなんねんな。でも新しいやつってね、私もともとねやっぱり付録ムック大好きだったんで、その動画でねこうやってご紹介する前からすごく好きでよく買っていたので、もちろんなんか毎月毎月必ずこの種類全部買うとかさそういうわけではなかったんだけど、なんかだから飛び飛びにはなるけど、なんかこんな可愛いバッグついてくるのみたいな、写真で見てさ本屋さんで、すごい欲しいみたいな感じで、その当時って、まあ、今ではいっぱいあるんですけど、なんかねちっちゃい例えばキルティングバッグみたいなやつにゴールドのチェーンがついてるやつみたいなやつがあんまりね売ってなかったんよその当時。やからまあ 4,5 年前、まあ、売ってなかったこともないんかもしれへんけど、なんか通販の置
洋服サイトっていうのがそこまで盛んではなかったのね。なんか買いに行けばあったんだろうけど、この要はお洋服屋さん の, あのカバンも売ってますよみたいなちょっとコーナーが、まあそれこそセシル・マクビーさんとかさ、今は亡きねセシルさんとか、なんかそういうところでなんかバッグも売ってますよみたいな感じのショップさんとかがあって、そういうところでちょろっと見かけたら買おうかなと思う感じだったんですけども、なんか付録とかやったらさ、本屋さん行ったら売ってたり、ワンちゃんも普通にさコンビニとかで売ってたりとかするやん。それでこんないいやつついてくるってすごいなと思ってさ、それでまあご紹介するきっかけになったわけなんですけども、あでもね、あのそういう付録付きの雑誌で多分一番最初にバズったんがスイートさんやと思うねんね。もう十何年前だと思うんですけど、ヘルスチャートのなんかバッグがついてくるみたいな、まあサブバッグみたいな感じやね、おやつがついてくるからお得やでっつって、それがすごいバズってなんか今の流れになってると思うねんけどさ、まあ、今は今でね、どっちかっていうとキャラグッズに走ってるみたいなところもあったりとかすんねんけど、スイートさんがなので今回もさ、ちょっとなんかキャラグッズキャラグッズってなってて、まあキャラグッズを好きな方はさウハウハやと思うねんけどさ、まあ、そうなりつつあったところ、スイートさんがね、あのスナイデルコラボの次、あのポーチ兼ポシェットみたいな出ますけど、ゴールドチェーンのやつをね再び出してきてくれたわけですよ。これすごい嬉しかった。私まだ商品見てないねんけどさ、来月発売やから、それもすぐレビューするね。それね、めちゃめちゃできるだけね早い時間にレビューするようにします。なんかその昔から付録物をご存知の方やったら同じ気持ちかなと思うんですけど、あのゴールドチェーンのやつが出てきてくれたらなんか嬉しいよね。まあ今ってさ、なんかそのグレールさんもそうやし、なんかまあコロナ禍もあってさ、なんかそういう通販のサイトで安くゲットできるみたいなサイトがさすごいいっぱいできたからさ、そんなお高い値段出さなくても付録ムックぐらいのお値段で、まあ付録の値段やったらちょっときついかなと思うねんけど、まあムックの値段ぐらいでゲットできるものって割と世の中いっぱいあったりとかすると思うんだけど、たださ、なんかそういうその表に持てるもの、要はそのポーチとかカバンの中に入れるものじゃなくって、カバン本体であったりとかリュックであったりとか、そういう外につけれるものっていうのをゲットできるっていうのはすごいなって思うねんね。企業努力的な感じ。まあムックはさ、もう言うて市販品とちょっと値段変わらんくなってきてるところもあったりとかすると思うねんけど、まあ一部安いやつもあるけどね。でも付録はやっぱりちょっと今後もね、あの衰退せぬよう頑張ってほしいなって思うところでございますね。まあ今日はこんな感じのもう開封レビューというかなんというかね、最新のものはちょっと仲良しさんだけが今月分にはなるんですけども、ただ単なる購入品レビューみたいな感じの動画にさせていただいたんですけども、ちょっとね今日はグダグダーとした動画でございました。なんかさ、付録ムックばっかり開けてる間に47になりましたけど大丈夫そう？もう50までこのペースでいくんかね。それともさ、3年後まあ50なわけですよ。50ってすごくない？なんかこうすごいこう大人と言いますか、なんかちゃんとしとかなあかん年じゃない？なんか大丈夫そうですか？こんな感じでマジ変わらんと思うのだが、3年でね人間そんな変われるかっつったら、47年かけてここまでしか来てないねんから、あと3年で何が変われんのっていう話だと思うねんけど、なのでまあこのままの感じで50に突入すると思うんですが、まあ皆さんね今後もねこんな感じのゆるい感じのチャンネルにはなるんですが、よろしければね長いお付き合いをしていただけたらなと思うところでございます。またライブ配信しますね。戯れましょう、ぜひ戯れましょう。また、まあ、その前になんかいろいろ動画ね、怖い話の動画であったりとか、なんかその辺も撮らせていただいて、ちょっと画角的にね面白くないと思うねんけどね、この画角で一生喋るだけっていう感じにはなると思うねんけど、まあまあそのような動画も出させていただこうと思いますので、よろしければねまたご覧いただけたらと思うところでございます。いつも本当たくさんのコメントと、そして心温かいグッドと、何よりこの最後の最後までご覧いただきまして、いつも本当にありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。